はい、皆さんこんにちは。ジュラシックワールドライブゴーストストライク金だけイベントをやっていきたいと思います。いつものように推奨生物レベルが26から30ということになってるんですけど、今回はですね、いわゆるラプトル系になりますね。まず左がベロキラプトルなんですけど、まあ、スピードが速いっていう以外は、まあ、体力はそんなにないんですけど、この飛びかかり攻撃がですね、いきなり3700きますので、スピードさえ勝っちゃえばそんなに怖くないんです。はい、続いてですね、ゴーストなんですけど、これラプトル系にしてはね、この、獰猛系を持っているので、そしてこれ回避持っているので厄介ですね。さらには減速耐性もありますということで、スピードが130ということになっていますね。これが厄介ですということですね。はい、続いて3つ目なんですが、デルタ。これも同じくなんですが、飛びかかりが厄介ということ以外はそんなに怖くはないのかなって気はしています。はい、ということですね。まあこれ今回は実はそんなに難しくないんで、できればですね、少し弱めのもので戦っていきたいなっていうふうに思うんですけど、はい、そうなるとね、例えばこのケツオリオンなんか面白いと思うんですが、ただスピードが130なんでね、若干もしかしたら出てくる順番によっては負けてしまう。130で同じだとしても、こっち側がレベル30でこっち側がレベル24なので負けてしまうっていうことで、若干ちょっと不利なんですけど、まあ、この辺出していくっていう方法もありますが、今回はですね、なるべくレベル下の方でやっていきたいなと思いますので、となるとね、一つはスコタトルでしょう。そしてはい、まあ、レジェンド級を出すっていうのもちょっと悔しいんですが、まあ、同じのを出すとすればティラコタトルとか、そしてプロケラトミス、プロミとかですね、この辺がいいのかなって気はしますよね。で、あとはですね、そうですね、スタン耐性がないので、まあこの辺で、このいわゆるサソリ系を出してみるのもありなのかなって気はいたしますが、まあこんな感じでいってましょう。はい、では行ってみたいと思います。まあここね、実は別アカウントの方で、フォルサウラ1体で倒せるってことがもう分かっているんで、あえて今回はね、フォルサウラとかフォルレックスを出さないでいきたいと思いますが、はい、ではスコタトルから行ってみましょう。何から来ますかね。ゴーストから来ましたね。ゴーストは、はい、速度耐性はあるんだけど、継続ダメージの耐性は持っていない。で、3646だから1回で倒せないとなると、はい、ちょっと1回食らっちゃうんですよね。なので、1回即時妨害打ってもいいんだけど、これ、弱体化の耐性しかないのか。あ、そうきますか。はい、これ打ってくれれば、はい、スピードはこれで逆転しちゃうんだけど、体力削られちゃうので、ここではい、即時妨害打っていけばいいんじゃないかなと思うんですけど、これ多分いけますよね、ダメージ軽減ね。はい、どうでしょうか。はい、これで体力は削られると思うので、はい、 OK です。さあ、これで1個取れました。さあ、これでこっち側の方がスピード速いので、ここで、若干残るな。これ何打ってくるかな。いきなり飛びかかりが来ると3160食らっちゃうと結構きついんですが、1回で倒せないので1回ですね、はい、削っときましょうということで、さあ、これどっちが来るかなんだっけ。やっぱ飛びかかり来ますね。はい、これきついんですけど、ギリ残ったので、はい、ここでですね、はい、これで今ダメージ軽減を打たれているので、はい、これで1回削っておけばいいかなと思います。さあ、体力259しかないんですけど、ベロキーに対しては、はい、これいけるんじゃない。こっち側じゃちょっときついよね。はい、ということで、はい、無効化攻撃打っていけば倒すことができるということですね。はい、ということで、スコタトル1体でレア恐竜で倒してみましたということですね。はい、スコタトル本当に強いなと思いますね。はい、では最後に報酬見ていきましょう。はい、まずはですね、ゴースト来ますかね。ゴースト来まして、最後にエピック何か来るかですが、おお、ケントロはちょっと嬉しいけど、最近あんまいらない。はい、そしてグリボスクスもいらなかったですね。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。